さあゲストをお招きしてここからはですね、いろいろとお話を伺ってまいります。今日からですね、はい、木曜椎名ちゃんでは持続可能な高齢社会を目指す株式会社オール A の取り組みに関わる皆さんを紹介していくわけなんですね。はい、はい、ということでここからのゲストはこちらの方です。株式会社オール A 佐々木久美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、盛大な拍手。いいですね。はい、ありがとうございます。さあ佐々木さんにお越しいただきました。はい、オール A、 まずはどんな会社なのか、はい、佐々木さんからお知らせください。はい、オール A はですね、2019年に秋田ケーブルテレビと秋田先駆け新報社さん、あと秋田銀行の3社が設立した会社です。もともと秋田ケーブルテレビは高齢者向けの教室の開催や、あと先駆け新報社さんは健康長寿の啓蒙の情報発信、あと秋田銀行さんは長生き学校の運営など、それぞれの会社が、高齢者の社会参画を後押ししてきたんですけれども、この3社の強みを生かして高齢者と民間事業者さんですねを結びつける場を設けて、また高齢者の皆さんの知識や経験ですね、それらを事業支援などにつなげていくことを目的にしている会社です。中心事業としては、民間事業者さんと高齢者の方々によって新しい価値を作り出すリビングラボというものを中心に行っています。高齢者、ね、いろんなキーワードが出てきましたけど ね、 リビングラボなんかもね、後できちんとご説明いただきますけど、先輩たち の、 その、活動の場というか、そうですね、さらに広がっているということなんですね。はい、で今、オール A については、はい、ご紹介いただきました。なんかオール A っていう響きがまた、ね、ちょっと嬉しい。もう完璧ですよね。オール A っていう通信簿だと最高みたいな。オール B でもないし、オール C でもない。オール D って言ったら落第ですからね。オール A、ねえ、集団の皆さんもオール A 取りたいと思ってるの。あの、てっきり私は秋田放送じゃない、秋田放送じゃない、うん、秋田ケーブルテレビの A と、はいはい、秋田銀行の A、うん、で秋田先駆け新報の A で、オール秋田のオール A だと思ってたんですけど、はい、違うんですよね。違いますね。エイジフレンドリーリビングラボ秋田の、また難しくなってきたけど、頭文字なんですけども、秋田市さんがずっとエイジフレンドリー構想っていうのに取り組まれてらっしゃるんですけども、同例としてはそこにリビングラボっていう立場から、オール秋田で、高齢社会の課題を解決しましょうということで、頭文字を取ったオール A になってます。あ、こちら今画像が出てますけれども、はい、秋田市ってエイジフレンドリーシティなんですよ。2011年に WHO に指定された日本初の、お年寄りというか世代全世代に優しい都市、あんまり知られてないんですけどね、残念ながら。でこの概念というかエイジフレンドリー、みんなが生き生き、年を重ねるっていうか、それに賛同してね、お礼は誕生したっていうふうにね。そうです。はい、石原さん詳しいですね。はい、詳しいでしょう。どうしてですか？私も一緒にやってますか。ね、アドバイザーなんですけど、楽しく本当にアクティブシニアになりたいなという動機で、ご協力をさせていただいているんですけど、特にリビングラボというのが ね、はい、とっても新しい概念で、はい、リビングラボとは何ですか？リビングラボというのがですね、リビングとラボという言葉を組み合わせたものなんですけども、リビングが生活空間の場で、ラボが実験室ですね。この2つを組み合わせて、生活者の視点に立った新しいサービスやことを作り出す場と言われております。で、オール A のリビングラボのイメージとしてはですね、高齢者の皆さんのニーズやアイデアなどを、民間事業者さんとマッチングさせて、一緒に製品とかサービスをですね、開発して、先ほどもお話ししましたけれども、秋田の高齢社会の課題を解決していきましょうということで、進めています。これ本当に大事なことで、令和3年度最新版の高齢社会白書ってのがあるんですけど、その中で間違いなく日本は先進国の中でも高齢化が進んで多分世界一ですね。その中で秋田県はどんどんさらに高齢化が進んでいて、今高齢化社会ではなくて高齢社会、高齢社会、その先端地ですよね、秋田が。はいはい、こういう秋田の場でこういった活動っていうか、エイジフレンドリーっていう全世代に優しいプロジェクトが立ち上がるっていうのは、私は本当に意義のあることだと思いますし、リビングラボっていうのにしましても、いろんなビジネスチャンスっていうのがシニア
高齢化というキーワードにはあると思うんですね、うんうん、ですからこのリビングラボっていうのも一緒に入っている、もう完璧なオール A だって私は思ってるんですけどね、はい、でもその高齢者の皆さんというかその先輩たちですよね、はい、皆さんのなんかの広がりが本当に増えるっていうか、うん、そうなんですよね、そうですね、うん、なんでしょう、どうしても高齢者の方、まあ、もちろん人によると思うんですけども、うん、そのなんだろう、こういろいろ引退された後にお家に引きこもりはちょっとあれですけどね、うん、お家にいてなかなかその外出する機会がなかったりとか、あとは外の人たちに会う機会みたいなのが、うん、どうしても減ってくると思うので、うちの会社がそういうコミュニティの場を作り出すことによって、うんうん、なるべく皆さんこう外に出てきていただいて、で皆さんの意見とか知見などを、ね、捨て、いろんなことに役立てたいなとは思っています。まあね、そうですね、今、まあ、引退とかされて、うん、今まで以上にお時間があって、はい、その時間をどういうふうに過ごそうって考えている方も多いと思いますよね、うん、そうですね、そういった方たちが集って賑やかに、はいはい、イベントとかいろんな教室とか、まあ、カルチャーなんですけど、うん、たくさんそういうのを企画をしているんですけど、うん、つまりやっぱりアクティブシニアというのをやっぱり目指したいじゃないですか、うん、人生一度きり、はい、もう引退したら次の人生っていうかね、もう割り切ってね、うん、もう出ていきたいと思いますし、うん、特にお父さんたちがねドーンと外に出て、そろそろ出番だやっていうかね、そろそろ父さんの出番だやっていう、うん、奥様がぜひお父さんを連れて外に出してくれればね、うん、いいんですけどね、そうですね、今会員の方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、オールAのサポーター会員としていろんな方に参加していただいてるんですけども、うん、今、196人に会員の皆さんとして参加していただいてて、で大体男女比は半々なんですけれども、うん、やっぱり女性の方が少し、うん、多いですね、うん、ですね、で一番、年下の方が47歳の方 で、うん、で一番年上の方が93歳、93ですよ、目指したいですよね。47歳の方っていうのはシニアと言っていいのかね、もうあれですけど、特にその90代、そうです、ね、しかもそれだけこう、皆さんが参加したくなるような仕組み作りをされているっていうことの表れですよね、はい、きっと。そうですね、うん、はい、はい、じゃあね、ちょっと具体的に、まあ、どういった活動をされているか、どういったことを皆さんされているかっていうのもお聞きしたいと思いますが、うん、はい、はい、ですね、まずはですね、第一にコミュニティの運営ということで、いろんな教室やですね、イベントの開催によって、高齢者の人たち のコミュニティの構築とかですね、あとは必ずしも高齢者の方に限ってはいないので、若い方と高齢者の方たちの世代間交流の場を設けるというようなことをしています。で、あとは、ファシリテーションってワークショップ、あ、こちらそうですね、健康麻雀、麻雀の教室やった時の写真ですね。なんで健康がつくかよくわからないですけども、うんうん、麻雀自体は健康で楽しいもんですけどね、うんうん、あ、そうですか、うん、結構麻雀もね、お好きな方多いですよね、そうですね、だから例えば健康麻雀の教室やった後に、うん、まあ、健康麻雀サークルなんていうのが立ち上がって、会員の方たちが自発的に集まって定期的に麻雀をやってるというような、うんうん、まあ、新しいそのコミュニティですねができたりもしてます。これもあれ場所はどこでいつも開催されてるんですか。教室基本的に、秋田ケーブルテレビ内に、はいはい、オールAの事務所もあるんですけれども、ケーブルテレビの中で大体開催してます。あ、そうなんですね、はい、で一例でまず健康麻雀も出てますけれども、うん、これ初めての方もこう習ったりとかしながら、そうですね、よくこう知ってる方もうそういったグループで集まったりとか、うん、なんか詳しい方に先生になっていただいて、うんうん、初めての方に教えていただくというような形でもやってます。あ、そうですか、まあ、お互いにシニアがシニアを教えたり、うん、アドバイスしたりして、みんなだんだん立ち上がってきますからね、うん、でものすごい評価を私自身しているのは、イベントでもカルチャーでも基本的には会員ただ無料なんですよね。あ、無料です。もちろん実費をいただくケースはあるんですけれども、うん、基本的には無料で出会いの場としてね、うん、提供するっていうか、うん、それによってみんなのコミュニティがね立ち上がっていく、その姿がね、はい、この3年間お付き合いしてきましたけど、見るにつけてね、本当人生の先輩っていうか、うん、本当に刺激が多い、うん、
ですね、そのシニアに優しいこんな教室もある。模型教室、模型教室ありますか。模型教室もある。これちょっとそれでパソコンスマホ教室、それでこれこの間やったんですけども、あの地図のアプリを使って、皆さんそうですね、あのコロナが収まってきたのでこうお出かけするときに新しいデジタルのガジェットを使ってあの出かける、こう勉強しましょうという時の様子ですね。これ地図に特化したっていうところがちょっといいですよね。そうですね、あの最初から第1からこのファンクションキーはこれの機能です、電源はここで入れますとか、そういうんじゃなくて、あの地図を使いたい、また LINE をやってみたい、お孫さんと Zoom でちょっとだけ姿を見たいとか、そう一つ一つ そのなんていうやりたいものをね、こういった形でデジタルにつなげてやっていくっていうのはとってもいいことだと思うんですよね。これ素晴らしいですね、例えばサイバー犯罪とかもこういうので減るかもしれないですね。そうですね、そしてその他にもなんか楽しい教室があるようですね。こちらは何ですか。これ西村さんもあれですよ、体験されましたよね。あのこれ私のプラモデルの師匠である越前屋さんが、あの講師でもうプロですからね、プロのモデラーですから、その指導であの組み立てをしたんですけど、皆さん本当に昔に戻ってね、もう一回あのプラモデルをやってみたいっていうシーンは結構多いんですよ。あので今のプラモデルってとっても性能が良くて、組み立てもねより綺麗に美しく簡単にできるようになってます。またやりたいですよね。そうですね、計画します。はい、ありがとうございます。いいですね、お家でもなんかこう続けてやりそうですね。そうですね、でもその皆さんの例えば次にこうまだまだ働きたいとか、そういった方を支援する場所もあるんですか。そうですね、その前の段階でいろいろなこう高齢者の人たちに集まってもらって、そのニーズなんかを集めたりするっていう、ワークショップの開催もしてたりするんですけれども、資料ありますかね、そうですね、これなんかはワークショップ去年かな 4、5 回シリーズでやったんですけども、そうですよね、一つの、テーマをもとに、高齢者の方とあと、若い方に参加していただいて、そのニーズを吸い上げるっていう意味で、これは確かミルハスの会館の前に、秋田の活性化って何だろうみたいな形でテーマがね結構硬いっていうかね重いんですよ。普通ほらなんていうんだろう、こういうテーマ番組ってテーマなんかで集まりましょうってなかなか来ないんですけど、みんなが結構知ってる仲間なので入ってきて、なんか気軽に本当は言いたいことを喋れるんですよね。で若い人が講師にね、例えばアウトクロップっていう今映像を立ち上げた若いお二人を講師に呼んで、年代の違う私たちが入っていって素朴な疑問をこう言いながら、こう社会問題とかね、今の若者の文化とかそういうのを語ったりするんですけど、本当に自然にねできるムードなんですよ。そうですか。でなんかそのワークショップとかやってると、やっぱ高齢者の方たちいろんなご意見があったりとか、こうまだまだこう社会に参加したいよなんていう意見もありまして、でそこから就労支援ですね、シニア、アクティブシニアの方向けの就労支援っていうのを今手掛けているところです。やっぱりこう現役で働かれてて、で今まあ退職されてゆっくりしてるって方もやっぱ能力者ですし、技術者ですし、そういった方たちの知恵をお借りして、さらに今度発展していきたいもんですよね。いやなんかやっぱここで新しい出会いもありますでしょうし、ね、西村さん、ね、若い方の交流もできるし、本当にね刺激になりますよ、こういう先輩たちがいる、自分よりお若い方も入ってくれたり、その考え方を知るにつれてね、やっぱりこう集まることって、コロナ禍で今までできなかったんですけれども、少しずつ日常に戻る中でね、フェイス2フェイスでこうお互い世代を超えて話し合えるっていうか、語り合える、で好きなものをしながらコミュニティが立ち上がっていく、こういう形って本当理想ですよね。こういうのを目指していきたいですよね。はい、これからどんどんじゃオープンになって、皆さんの受け入れ体制がですね、どんどん広がっていると思うんですけど、どうやってお問い合わせ先とか、そうですね、オールエのホームページがあるんですけれども、先ほどお話ししていたサポーター会員さんは一応こう年齢の制限なく常に募集してますので、興味のある方はですね、お電話ですね、オールエの方にお電話を、いただいてお気軽に問い合わせください。お電話いただいたら資料とお送りします。あ、そうですか。あと
ホームページで申し込みをできるようになるべく早くあのシステム構築したいなと今準備しているところです。はいはいはい、はいね、そうですよね。だってもうどんどんこうスマホ教室とか技術が上がってくる、あのお互い競争ですよね。あの立ち上げる方もデジタルを完備し、うんうん、デジタルシニアの皆さんがどん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 熟達していき、はいはい、お互いが良くなればいいですよね。そうですか。でこれからなんかさらにこういうこともやっていこうかなみたいなのもあるんですか。そうですね、今就労支援を始めたところで、あとはですね、あのシニアの方たち の企業支援なんかも、うん、あの今準備をしているところですね、うん、やっぱりあのこう趣味をそのまんま実利に生かしていただいて、うん、で例えばこうきらめき広場にみんなが集まって、あのこうなんだこうマーケットみたいなのをやっていただくことによって、うんうんうん、社会参加とあと地域活性ですね、面白いですね、につながればということを今考えています、うん、そうですか、まあ、会員の方、ね、あの気軽にこう募ってますので、ぜひぜひ皆さんお問い合わせいただきたいと思います、はい、なんか料理教室とかもやります。いいですね。男の料理教室。男の料理教室。そう、いいですね。はい、企画します。はいはい、あとそういったそう料理上手な人に、こう若者たちが習うとか、そうなんかすごくこう、ね、母の味とか、母の味ね。とかお父さんの伝統料理とか、ね、シーナさんの味とかね。うん、あ、いいです。本当にできるんですか。できるかな。はい、そういうのも楽しみにしています。はい、まずは皆さんね、あの気軽にお問い合わせください。それでは佐竹さんから最後にお知らせ、そして、皆さんにメッセージお願いします。はい、はい、ですね、オール A では、サポーター会員の皆さんをですね、募集してますので、今日の番組を見て、まあ、そうじゃない人もですね、お気軽にオール A の方にお電話でお問い合わせいただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして来週はオール A が運営している西村さんも、はい、コラムを書いている、私だけではないんですけどね、はいはいはい、プラットについても特集していきます。はい、はい、さあゲストはプラットでコラムを書いていらっしゃいますオール A 新入社員の豊島遥さんです。はい、ゲストにお迎えさせていただきますのでよろしくお願いします。ということでここまでのゲストは株式会社オール A の佐竹久美さんでした。はい、佐竹さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。